新ユニフォームで気分一新、新たなシーズンに臨みます。なでしこリーグ岡山イノボーベルが今シーズンに着用するユニフォームを発表しました。昨シーズンレギュラーシーズンで初優勝を果たした岡山イノボーベル、昨日の発表会には選手4人が出席し、新しいユニフォームを披露しました。ホームのユニフォームはチームカラーの紺色をベースに、両肩にワインカラーとゴールドを配し、勝利のイメージにこだわったデザインに仕上げました。また選手の意見を取り入れ、シルエットは細めにし、パンツの丈を短くして動きやすいデザインとしました。優勝を目指してということで、ゴールドがどれにも入っていると思うので1回目ではありますが、みんなで決めました。いいユニフォームを作っていただいたので、ユニフォーム負けしない戦いができたらいいなと思ってます。優勝を目指して頑張るぞ。イノゴーベルの開幕戦は今月29日ホームの三鷹市で ASL 県埼玉と戦います。強そうですね。